三田駅は、兵庫県三田市駅前町にある、西日本旅客鉄道、神戸電鉄の駅。JR 西日本の駅番号は、JRG61、神戸電鉄の駅番号は、キロバイト29。三田市を代表する駅で、JR、神戸電鉄ともに、全営業列車が停車する。JR の駅は、愛子か、神戸電鉄の駅ではピタッパ呼びスルッと関西。 対応隠しカードの利用エリアに含まれており、相互利用可能なカードにも対応している。JR の駅は直営駅で JR 宝塚線の愛称区間やアーバンネットワーク管内に含まれている。特急を含む全列車が停車する。1943年までは、当駅を起点として、有馬温泉まで国鉄有馬線が伸びていた。現在でも、 JR の駅の一番線の天が崎寄りに、ホームの跡が確認できる。神戸電鉄の駅には、当駅を終点とする、三田線に加え、横山駅から分岐する、公園都市線の列車も乗り入れている。冬場には、車内温度維持のため、停車中は、各車両の三田寄りの一つを除いて、ドアを閉め切る措置をとっている。ありません開業の頃の国鉄三田駅、右側が、 福知山線、左側が、有馬戦争体式に面2線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を有している。ホームの有効長は10両だが、電車の上降口に合わせて重上げされた部分は8、両分で、残りの2両分との段差が、ホーム上で確認できる。かつては上下線の間に抽選が1本あった。抽選には、河線が張られておらず、複線下以降は、 天ヶ崎川としか接続されていなかった。かつては神戸電鉄への搬入車両の留置に使用されたり、1994年に当駅から新三田駅間でトラックと衝突事故を起こした車両が留置されていたこともある。抽選の撤去後は完全に停留所となった。国鉄時代は一番乗り場側に駅舎が併設されており、三番乗り場とは古戦橋での連絡であった。 3番乗り場に隣接して4番乗り場があり、国鉄型配線にホームがない中線を挟む構造だった。乗り場台や支柱は1時間あたり、特急、高トリが1本と、区間快速が4本停車する。区間快速運転時間以外は、区間快速に代わり、タンバロ快速、快速、普通を含む全列車が停車し本数が増加する。 プラットホーム等端式2面2線のホームを持つ地上駅。2番線のみ両側にホームが設けられているが、現在は1面2線のみの型扉扱いとなっている。ホームの有効長は5両だが、5両編成が入線したことはない。4両3両編成用の ITV 装置とホーム、確認用ミラーが設置されている。かつては日本レンタカーの店舗があったあたりに、 貨物用ホームが設けられていた。乗り場台や平日、休日ともに、新海地方面行きと売っていた運中央行きが、終日を通して交互に発車しており、それぞれ1時間あたり4本ずつの合計8本が運行されている。国鉄時代には当駅で貨物の取り扱いも行われており、国鉄と神戸電鉄は電化された渡り線で接続されていた。 神戸電鉄の駅の改築に合わせて撤去され、現在では JR 駅の保線車両が留置されている大阪寄りの引っ込み線にその名残を止めている。川崎重工業で製造された神戸電鉄の申請車両の搬入にもこの渡り線が活用されたが、JR 福知山線の貨物取扱廃止後は、現在のトレーラーによる輸送に切り替えられており、市場駅に隣接する、 保線基地に搬入されている。ホーム1986年に行われた JR 福知山線の輸送改善や、三田市のニュータウン事業の進捗により、ベッドタウンとしての需要が高まったことで、利用客が急増した。現在は、ニュータウン方面から神戸電鉄や新規バスで当駅まで出て、JR 福知山線に乗り換える通勤、通学客が多い。 北隣の新三田駅に出る住民も少なくない。通勤による利用としては、上記の他にも、新鉄三田線で神戸方面に出るという選択肢もあるが、同線の運賃の高さや単線区間を含むなどの速達性の薄さにより、利用客数は JR に比べを取る。さらに、新規バスも乗り換えなしで、三宮駅前まで直行する特急三宮線を運行しているため、 新鉄は激しい乗客の獲得競争にさらされている。なお、新鉄は JR に乗り換える利用客の需要に対応するため、終電も JR との接続を意識し、24時台まで設定されている。兵庫県統計省及び三田市統計省によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前は再開発が進み、両駅とバスターミナル、 二つの駅ビルがペデストリアンデッキで接続されている。新規バスと阪急バスが発着している。乗り場は南口に10カ所、北口に3カ所ある。新規バスにとっては新三田駅と並ぶ同社の主要な停留所の一つで、市内各地をはじめ、加藤市社や三木市方面への路線も運行している。阪急バスは新鉄のバス部門である。 新鉄バスから継承した路線を運行している。三木方面へは、バスの他に、神戸電鉄でもアクセスできるが、スズラン大駅での乗り換えが必要で大回りとなる、新鉄に対し、バスは乗り換えなしで直通している。ただし、運賃や運行本数では、新鉄の方が勝る。停留所名、三田停留所名、三田駅停留所名、三田駅。ありがとうございます。